ジークムントフロイト、ジークムントフロイト、1856年5月6日1939年9月23日は、オーストリアの精神医学者、精神分析学者、精神科医、オーストリアのモラビア辺境博領のユダヤ人の家庭に生まれた、神経病理学者を経て、精神科医となり、神経症研究、心的外傷論研究、PTSD 研究、 自由連想法、無意識研究を行い、さらに精神力道論を展開した、精神分析学の創始者として知られる。現代思想、特に大陸哲学、フランス現代思想の哲学者、ジャック・ラカン、ジャック・デリダ、フェリックス・ガタリなど多数に大きな影響を与えた。人間が意識していない、いわゆる無意識を初めて扱った、フロイトの精神分析は、 無意識の哲学として非常に重要なものであり、精神分析を広く援用する大陸現代思想に大きな影響を及ぼした。1856年、オーストリア帝国、モラビア辺境白国のフライベルク、現、チェコで、アシュケナジーユダヤ人、ヨーロッパに住むユダヤ人であるケオリの商人、ヤーコプ・フロイト、45歳の息子として生まれる。 母親は、ブロギ出身のアシュケナジーであるアマーディアナータンゾーン。1835年1930年で、ユダヤ法学者レブナータンハレービの子孫と伝えられている。同母妹に、アンナ、ローザ、ミッチー、アドルフィーネ、パウラがおり、同母帝に、アレクサンダーがいる。この他、父の前妻にも二人の子がいる。モラビアの伝説の王とユダヤの賢人王ソロモンに、 ちなんで命名された。そのため、生まれた時の名は、ジギスムントシュローモ・フロイトだが、21歳の時にと、改めた。家族は1859年、フロイト自身が3歳の時に、ウィーンへ転居。1866年、10歳にシュッペルルギムナジウムに入学した。1873年、17歳ウィーン大学に入学。 二年間物理などを学び、医学部のエルンスト・ブリュッケの生理学研究所に入り、カエルやヤツメウナギなど両生類、魚類の脊髄神経細胞を研究し、その論文はウィーン科学協会でブリュッケ教授が発表した。またフロイトは脳性麻痺や失語症を臨床研究し論文でも業績を残している。これらは彼がすでに脳の構造と人間の行動、 さらには、心的活動に深い関心を抱いていたことを物語る。やがて彼は、脳の神経活動としての心理活動を解明するという壮大な目的を抱いたが、当時の脳科学の水準と照らし合わせると目的へは、ほど遠いという現実にも気づいていた。しかしながら、フロイトは、修正、脳と心の働きの連関を、科学的に解き明かすことを研究の趣旨とし、 目標とした。1881年、25歳ウィーン大学、卒業。1882年、26歳、後の妻マルタベルナイスと出会う。彼は、知的好奇心が旺盛であり、古典やイギリス哲学を愛し、シェイクスピアを愛読した。難しいことを平易に書きこなす、微分化であり、また非常に筆まめで、友人や婚約者、後には弟子たちとも、 親しく手紙を交わした。1884年から2年間をフロイトはコカイン研究に情熱を傾けていた。その結果、目、鼻などの粘膜に対する局所麻酔剤としての使用を着想し、友人の眼科医らと共に眼科領域でコカインを使用した術に成功した。その後、コカインを臨床研究に使用し始める。 しかし1886年になると世界各地からコカインの常習性と中毒性が報告され危険物質との認識が広まった。そのため不当治療の衝動者として医学界からは追放されなかったものの不審の目で見られるようになってしまった。そのようなことがあっても1887年31歳から1904年48歳の17年間にわたって 親友である、自カ会と交わされた文通は、そっくりそのままフロイトにとって、自己の構造や、精神分析学の礎を見出していったプロセスであり、ちょうど後世に、精神分析を志す、者たちが、精神分析医になるために行う訓練分析に、あたる、自己生札を、フリースを相手に突き詰めていったものとして評価でき。1885年、29歳。 専攻を経て、留学奨学金が与えられたためパリへと行き、ヒステリーの研究で有名だった、神経学者ジャンイコール・マルタン・シャルコーの下で、催眠によるヒステリー症状の治療法を学だ。神経症は、器質的疾患ではなく、機能的疾患であるとシャルコーは解き、フロイトは、ウィーミー学界での古い認識を乗り越えることとなった。この頃の彼の治療官は、 後の精神分析による根治よりも、むしろ一時的に症状を取り除くことに向かっていた。この治療観が、後の除反応、という方法論や、催眠暗示の方法から、人間の意識にはまだ知られていない強力な作用、無意識があるのではという発想につながっていく。余談だがフロイトは、この留学中にフランス語の会話ができなかった。ドイツ語りもあって、 喫茶店でパンを頼むことすら叶わず、やっと注文できたのは、コーヒーとクロワッサンだけだった。この頃のマルタへの手紙には、休校日にルーブルやベルサイユへ行き、せっせと観光を楽しんだことを、地図入りでしたためていた。ちなみに、マルタへのパリ土産は一番感動した、ノートルダム聖堂の写真を選んだ。パリから帰国して1886年に、 男性のヒステリーについてという論文を医師会で発表したのだが大きな反発を受けた。当時のウィーンでは新しい動向として自由主義、科学的合理主義が現れ始めていたのだが古くからの伝統と印象が根強く残っていた。そのため女性の病気とされていたヒステリーが男性にも起こりうるという事実を容認できなかったのである。この論文には解剖学教授マイネルとも 真っ向から反対し、厳格な自然科学の訓練を施したのに、シャルコーはフロイトを誘惑して逸脱させた、と怒りをあらわにした。これに対してフロイトは、権威への尊敬よりも事実に対する敬意が、優先されなくてはならない、と反論した。1886年、30歳、ウィーンへ帰り、シャルコーから学んだ催眠によるヒステリーの治療法を、一般開業医として、 実践に移した。治療経験を重ねるうちに、治療技法に様々な改良を加え、最終的にたどり着いたのが自由連想法であった。これを毎日施すことによって患者は全てを思い出すことができるとフロイトは考え、この治療法を精神分析と名付けた。1889年、フロイトは、催眠カタルシス化、 催眠暗示療法どちらを取るか迷っていたため、催眠暗示で、名高いフランスのナンシーに数週間滞在した。ここで彼は、老齢の医者が、貧富に関わらず治療しているのを見て感動し、病院で巧妙な医者による実験を目の前にして、人間の意識に秘められている、力強い心的な気候の可能性について強い、印象を受けた。この滞在で治療者としての基本と、 個々に合わせた治療という技法、催眠暗示の長所短所について意見を聞いた。帰国した。彼は以前から交流のあった催眠カタルシスの先輩、ヨーゼフ・ブロヤーと共同研究を始めた。同時に3年ほど、それを治療にも用いて臨床での結果を研究材料に使った。しかしほどなく問題が出始める。すべての患者が催眠状態になるわけではなく、 催眠に入らない、また入っても必要な、深さまで入らなかった患者がいたのである。他にも大人の時期だけの階層だけではなく、幼児期までの長い階層を辿る必要を感じた。その中で、階層の連鎖の行き着く先が、必ずと言ってもいいほど幼児期の性的体験に辿り着いていたため、カタルシス療法から自由連鎖法を発送する。 その後に性的病院説と抑圧理論の提起という精神分析の基礎理論が出来上がることとなった。1895年39歳、フロイトはヒステリーの原因は幼少期に受けた性的虐待の結果であるという病院論並びに精神病理を発表した。今日で言う、心的外傷や PTSD の概念に通じるものである。これに基づいて彼は、 ヒステリー患者が無意識に封印した内容を身体症状として表出するのではなく、回想し言語化して表出することができれば、症状は消失する助反応という治療法にたどり着いた。これは当時流星になりつつあった物理学のエネルギー保存の法則をも参考にしている。この治療法はお話両方と呼ばれた。今日の精神医学における ナラティブセラピーの原型と考えることもできる。自然科学者として彼の目指す精神分析はあくまでも科学であった。彼の理論の背景にはヘルムホルツに代表される機械論的な生理学、唯物論的な科学観があった。脳神経の働きと心の動きがすべて解明されれば人間の無意識の存在は愚か、その働きについてもすべて実証的に説明できると。 彼は信じていた。しかし、彼は脳神経に考察を限っていたわけでもなかった。当時の脳細胞の研究は一段落ついており、代わって心理学や当時の流行病であり謎でもあったヒステリーの解明が新たな挑戦課題とっていた。彼はその挑戦とともにヒステリーの解明の鍵であった性という領域に乗り出していったのだった。彼は ギムナジウム時代に受けた啓蒙的な教育からして、修正無神論者であり、宗教もしくは宗教的なものに対して峻厳な拒否を示し続け、そのため後年に、アドラー、ユングをはじめ多くの仲間や弟子たちと他元を分かつことにもなった。1896年に、父ヤーコップが82歳で生涯を終えた。この出来事に強い衝撃を受け、以前からの不安症が悪化して、 友人ビルヘルム・フリースへの依存を高めた。フリースが分析者となり、一年間の幼児体験を改装する自己分析と夢分析から、自己の無意識内に母に対する性愛と父に対する敵意と罪悪感を見出した。この体験について、元メランコリーや狼男の分析などに表し、後にトーテムとタブーや幻想の未来に代表される精神分析理論の核である。 エディプスコンプレックスへと話することとなる。事故、夢分析を始めて1年ほど経った1897年の4月頃、自身の見た夢の分析を通し、フリースへの怒りと敵意を自覚し始める。父親の死について、事故の中であらかた整理がつき、フリースに頼る必要がなくなってきたのである。次第に、フリースの解くバイオリズムという先生絶風の理論、神経症の発症。 消失は生命周期によって左右するというものが口頭無形に見え始め厳しい批判が向くこととなる。1900年の夏にお互いに批判、非難し合い、1902年の晩夏には完全に決別した。やがて彼の関心は心的外傷から無意識そのものへと移り、精神分析は無意識に関する科学として方向づけられた。そして、 父親への依存を振り切ったフロイトは、自我、S、長自我からなる構造論と神経上論を確立させた。自身がユダヤ人であったためか、弟子もそのほとんどがユダヤ人であった。また当時、ユダヤ人は大学で教職を持ち、研究者となることが困難であったので、フロイトも、非正の開業医として、生計を立てつつ、研究に勤しんだ。彼は、 臨床経験と自己分析を通じて洞察を深めていった。夢判断を含む多くの著作はこの期間に書かれていった。フロイトは日中の大部分を患者の治療と施策に当て、決まった時間に家族で食事をとり、夜は論文の編纂にいそしんだ。夏休みは家族と共に旅行を楽しんだという。年代後半から年近くまで。 フロイトは孤独に苦しんでいた。1900年に出版された、夢判断は600部印刷されたのだが、完売には8年ほどかかり、1905年の性に関する3つの論文は、各方面から悪評を浴びせられるなど、ウィーンでの理解者は皆無に等しかった。このような孤立の中で支えとなったのは、身近に集まった弟子や、フェレンツイ、ユング、ビンスワンガー。 その他ロンドンやアメリカなどの国際的な支持であった。その後ウィーンでも、カハーネやライトレルが興味を示し始め、シテーケルとアドラーを招待した1902年の秋に、心理学水曜会という集会が開かれるようになる。次第に、国内外から参加者が増えて、1908年には、ウィーン精神分析協会と名乗るように言った。1907年から、この集会に、 スイスから参加していたカールグスタフ・ユングに特別の期待をかけ、ユングもはじめはフロイトを深く敬愛した。1908年にスタンリー・ホールの招待を受け、翌1909年にユング、フェレンチと共にクラーク大学創立20周年式典に出席、講演後に大学長から博士号を授与された。滞在中に米国の心理学者、ウィリアム・ジェームズと出会う。 二人が道を歩いていた時にジェームズは狂心症発作を起こした。彼はカバンをフロイトに預け、後で追いつくから先に行っていてくれとこの彼の態度にフロイトは感銘を受け自分に死が近づいてきても彼のように恐れず毅然とした態度を取りたいと願った。ハーバード大学に行った際には J ・パットナムという修正の友を得た。その後ウィーンから来た三人は観光で、 ナイアガラの滝を見物9月21日にニューヨークを立ち10月2日に帰国した。しかしながらフロイトのアメリカに対する偏見は変わることはなかった。帰国してから数年間自分の体調不良はアメリカに行ったせいだ。筆跡まで悪くなったと語っていた。この偏見の理由は アメリカ的な自由気ままの雰囲気がヨーロッパの学問の尊厳を犯すように感じられたこと、英語が不自由であったことが主な原因であった。他にも食事が合わなかったことや、中水炎の再発と貧乳に悩まされていたのもあったが、フロイトを尊敬する国になり、後に多数の弟子たちの安住の地となった。1908年にもなると、 精神分析運動に対しての反発は頂点に達しつつあった。国内外において精神分析を支持する者は学会での討論を禁じられ、さらには職を失う者も出てきた。フロイト自身はごく控えめにして耐えるという態度に終始したが不満は溜まっていた。しかし、外側からの反発以上に苦しめたのは内側からの離反であった。1910年。 国際精神分析学会創立時、フロイトはユングを初代会長に就任させ、個人的にもしばらく蜜月状態とも言うべき時期が続いたが、無意識の範囲など学問的な見解の違いから、両者はシダに距離を置くようになる。1913年のミュンヘンにおける第4回の国際精神分析大会で以前からの不和が決定的となり決裂してしまう。 翌1914年にユングは国際精神分析学会を脱退した。ユング以外にも1911年にアドラー、翌1912年にはシュテーケルという当初の心理学水曜会からの協力者が離れていってしまった。フロイトは奨励、シュレーバーでアドラーに精神分析運動の歴史についてでユングに反論と攻撃を加えた。 1918年に第一次世界大戦は終結したのだが、数年の間ウィーンの市民は困窮に苦しんでいた。薄いスープのみの食事に加えて、冬は暖房が使えないなど酷な生活にあえでいた。フロイトは寒さと飢えにもかかわらず患者の治療と走行を書き、手紙を返信し続けていた。インフレのために老後の蓄えは使い果たされてしまったのだが、 イー・ジョーンズがイギリスから患者を回し、彼の元に集まった若い研究者たちの支援によって困窮を支えられていた。フロイトは第一次世界大戦後、戦争神経症の患者を多数診察することになった。その折、1920年に親しくしていたデシフォン・フロイントが亡くなり、その数日後にも娘・ゾフィーが亡くなった。大戦に続く、この不幸が死の欲動を。 デストロドーの着想として重くのしかかり患者の精神分析の結果と合わせて同年に快感原則の悲願として形成した。1921年になると動機や貧脈に苦しむようになり暗い死の思いにとらわれるようになった。その中でまたしても身内がこの世を去ってしまう。1922年に メイがベロナールを服用して死亡し、翌1923年6月には、娘、ゾフィーの息子である孫、ハイネルレが、俗流血核で5歳に満たぬまま死んだ。フロイトは、同年2月に喫煙が原因とみられる、白板症、ロイコプラキアを発症しており、後に33回も行う、手術の1回目を受けた。孫、ハイネルレも、扁桃腺の手術を受けており、 両者は術後に初めて会ったのだが、この時ハイネルレは、僕はもうパンの皮が食べられるようになったけど、おじいちゃんはいかがと聞いた。すでに俗流結核にかかっていた。孫の死後、この時にだけしか知られていない涙を流し、友人たちには、自分の中の何かをこれを限りに殺してしまった。自分の人生を楽しむことができない。と語った。1923年に、 長年フロイトを支えていた夫をランクが離反した。対戦後からランクは相う的な精神部長に陥り、仕事も独善的なやり方をするようになったため、たびたび教会メンバーと衝突を繰り返していた。理論的にも出産のトラウマの慣行で完全に決別してしまった。対戦後からの精神的、肉体的苦痛に満ちた日々を過ごす中で、年に、 精神分析における体系的な論文、自我と S を発表した。心の構造と自我、S、超自我の力道的関連などを解明し、自我を主体にして人格全体を考察する自我心理学の基礎を築いた。悲劇に苛まれる、フロイトの慰めが、娘アンナが心理学の道に進んだこととシュニッツラー、ステファン・ツバイク、アルノルト・ツバイクら友人たちとの交流であった。 そして1923年から作家ロマン・ドランとの文通が始まった。外国人に支えられる古イ糸を見たウィーン市民は遅まきながら彼を認めるようになり、1924年に市議会で名誉市民に相当する市民権与えることが決定された。1926年になると彼にとってさらに喜ばしい出来事が続く。70歳の誕生日を祝って国内外から、 祝伝や手紙が送られ、中でもヘブライ大学と物理学者アインシュタインか送られたものがフロイトを喜ばせた。アインシュタインとは人には他者を攻撃しなければならない理由があるのではないかという質問について文通で議論を交わした。弟子たちからは3万マルクが送られ、そのうち5分の4を国際精神分析出版社に、残りを精神分析診療所に寄付した。 そして当日の演説では、精神分析運動から退くことを表明すると、共に我々は外見上の成功に欺かれて自分を見失ってはならぬという趣旨の演説をした。同年に不安自我の防衛機能に関する包括的研究の精子、症状、不安を発表し、その後は理論の構築を昇級しして精神分析の応用研究を始める。 1927年に幻想の未来で宗教を取り上げ、1929年にドストエフスキーと父親殺しでは、ドストエフスーの精神分析的理解を示し、高く評価された。1930年9月、母マーリアが95歳で生涯を閉じた。父、ヤーコップの時とは違う自分の反応について、それは自由、解放の感情であって、その理由は、 彼女が生きている限り、私は死ぬことを許されなかったが、今は私も死んでいいのです。どういうわけか、人生の価値が心の奥深い層で著しく変化してしまいましたと意味慎重に述べた。同年に早期の母子関係に関するメラニー・クラインの研究に言及し、ロマン・ロランが幻想の未来発表後に手紙で指摘した太陽感情をめぐった論文。 文化への不満を発表した。1931年になると、B. ィーン医師協会がフロイトを名誉会員に指名し、故郷フライベルクの市議会が、聖火に同伴の名を貼り付けて、その名誉を記念した。また同年に開催された第6回国際精神、両方医学大会では、議長クレッチマーが75回の誕生日に、敬愛の情のあふれる演説を行った。翌年には、 作家トーマス・マンが訪れて、互いに親しい間柄となった。しかし1933年に、喜びと引き換えるように25年間もの付き合いがあったフェレンツ・シャーンドルが死亡する。フェレンツと共に古い時代は去ってゆく。そして、私が死ねば、新しいものが始まるだろう。今は、運命、諦め、それだけしかないと、精神的喪失の大きさを語った。 1932年に入ると、ナチスによるユダヤ人迫害は激しくなる。翌1933年は、事態は一段と危機的になったため、フロイトの友人たちは国外に亡命していった。出版していた本は禁書に指定されて、焼き捨てられたのだが、これに対して当人は何という進歩でしょう。中世ならば、彼らは私を焼いたことでしょうにと、微笑んでいた。 ユダヤ人である弟子たちも亡命し始め、弟子がヨーロッパには、アーネスト・ジョーンズ一人となった。ドイツでは、精神分析が一掃され、ナチス支配下の精神療法学会の会員は、我が闘争の研究を要求されたため、これに反発したクレッチマーが辞職。公認の会長は、ユングとなり、精神分析の用語、エディプス・コンプレックスなどさえも規制された。年、 迫害と癌の進行が激しさを増す中でジュール・ロマン、H.G. ウェルズ、バージニア・ウルフラ総勢191名の作家、芸術家からの署名を集めた挨拶状が80歳の誕生日にトーマス・マンによって送られ、9月には4人の子供たちから近婚式のお祝いを受けた。1938年3月11日、アドルフ・ヒトラー率いるナチスドイツがオーストリアに、 進行した。フロイド宅にもゲシュタポが二度に渡って侵入し、娘アンナが拉致された。夜には、無事に帰ってきたものの、拷問されて、強制収容所に送られるのでは、と不安になり、一日中立て続けにハマキを吸っては、うろうろと部屋を歩き回った。ユダヤ人を、学会から追放した時、ユングは、自身が会長を務める、国際心理療法医学会の会員として、 ドイツ国内のユダヤ人医師を受け入れ身分を保障すること、学会の機関誌にユダヤ人の論文を自由に掲載することの2点を決定し、フロイトに打診した。だが、フロイトは敵の恩義に預かることはできないと言って援助を拒否し、このためユダヤ人の医師たちは仕事を失い、強制収容所のガス室に送られた。ロンドンへの亡命を説得するために、ジョーンズが危険を犯して、 ウィーンに入るも、故郷を去ることは、兵士が持ち場を逃げ出すことと同じだ、として、なかなか同意しなかった。最後は、ジョーンズの熱意に動かされ、愛するウィーンを去る決心をした。出国手続きで3ヶ月かかったのだが、その間にブロイヤーの長男の妻の助けに応じて、アメリカ大使ブリッドに働きかけて、亡命を助けるなど、ここに、彼の温かい人柄の一端を忍ばせている。 それでも残してきざるを得なかった4人の妹たちは、数年後に収容所で焼き殺されてしまった。6月4日にウィーンを立ち、パリを経由して6月6日に、ロンドンに到着すると熱狂的な歓迎を受けた。フロイトは、亡命先の家に落ち着くと、ハイルヒトラーと叫びたいくらいだ、と冗談を言えるほどに回復した。やがて、ウェルズやマリノフスキー。 サルバドール・ダリラが次々に訪問した。フロイトは亡命先でも毎日4人の患者の分析治療をし、ユダヤ人はなぜ迫害されるかを改めて問い直した、モーセと一神教を発表した。その他にも未完に終わった精神分析外説や防衛過程における自我分裂を執筆するなど、学問活動を続けた。この頃には、癌の進行により、手術不能の状態となった。 眼性汎用によって眼下と方が痩せ細り、手術による傷口からは一臭が漂っていた。それにもかかわらず鎮痛剤の使用を嫌い、ステファン・ツバイクが使用を勧めるも、はっきりと考えられないのなら、苦痛の中で考えた方がましだ、と彼に訴えた。8月に入ると食事も困難となり、9月には敗血症を合併して意識も不明瞭となった。 1939年9月21日、末期がんに侵されたフロイトは10年来の主治医を呼び、シュール君、初めて君に見てもらった時の話を覚えているだろうね。いよいよもう、ダメと決まった時には、君は手を貸してくれると約束してくれたね。今ではもう苦痛だけで、何の巧妙もないと言い,い、翌朝に、過量のモルヒネが投与されて、23日夜に、 ロンドンで83歳4ヶ月の生涯を終えた。遺体は火葬された後、骨はマリー・ボナパルトから送られたギリシャの壺に収められ、現在グリーンガーデン墓地に妻・マルタと共に眠っている。最後の日々を過ごした家は、現在フロイト博物館になっている。英語圏に移ったものが多く、その場合は英語読みでフロイトと表記される。フロイトはマルクス。 ニーチェと並んで20世紀の文化と思想に大きな影響を与えた人物の一人である。しかし、彼の理論に対しては、生前から批判も絶えず、彼の業績をどの程度評価するかは未だに議論の対象になっている。当時の常識とは180度異なる見解を取った意味で、コペルニクス、ダーウィンとも並び称される。また、シュールレアリズム運動を率いた作家たちは、 その美術運動の理論的基礎をフロイトに求めるなど、精神分析の登場は20世紀文化史における一大事件と言っても良いだろう。正常解常化を問わず人間の心理は共通同一の権利で動いており、人の行動には無意識的な要素が作用していると考えることは、自身の合理性を疑わない19世紀の知識人を驚かせた。フロイトは催眠状態での暗示によって、 被験者が実験者の促した行動をとり、かつなぜその行動をとるのかしばらくわからずにいた事実から無意識の行動における影響について着想を得ただった。フロイトは当時得体の知れない流行となっていたヒステリーの治療にあたり患者がおしゃべりをすることで症状の軽減が見られることに着目し、こうして自由連想法が生まれた。フロイトの力道論や リビドーの概念は、エネルギー保存の法則を元にしているとも言われる。患者の症状は、無意識に抑圧された内容の形を変えた現れで、ある、と捉え、ヒステリー患者たちが、身体的な症状部位に関する言葉、関連したエピソード記憶を想起するに至ってから、症状から回復することも確かめられた。リビドー、性的エネルギーの理論には、 経済的な思考とビクトリア時代の道徳が存在している。一人の個人が消費できるエネルギーの量は限定されており、それ以上の消費を行うと病気や神経衰弱を招くという観念の元理論が構築されていたのである。ここからリビドー保存の仮説を導き出し、そこから文化への不満に表されるように直接快感をもたらす本能的性行動を放棄し、 強制的に文明の目的を追求せざるを得なくなっている文明人は不幸であるという意味を引き出したのである。また、戦争機関兵たちとの臨床経験や娘の一人の死を通じ、すなわちレストルドー、死の欲動あるいはタナトス、死の本能についても考えるようになった。参照、生の本能、死の本能。フロイトがこだわった点。 彼の精神分析理論の科学性については疑問がある。例えば、カール・ポッパーは実験やデータなどの判例による理論修復の機会を拒否する精神分析論の独善的な姿勢を批判している。フロイトの精神分析は無意識の仮説によって解明されるべき問題行為が推理的方法を用いる一人の客観的精神、分析者にとってのみ意味を持ち、 本人にとって意味を持たないという、正義と才能の確実な保証のない分析者による独断が行われる危険性を生み出した。しかし、フロイト自身がこの精神の病理という分野に大きなスポットライトを当てた業績は誰にも否定できないだろう。フロイトの時代の医学では精神病理の治療はほとんど進んでおらず、脳内のメカニズムを解明する可能性はほとんど存在しなかった。 エリック・カンデルは、フロイトは、もともとは、神経学者であり、精神分析学は、記憶に焦点を当てた学問である以上、将来的には記憶の神経学的解明によって、精神分析学と神経学を結びつけることが、可能になるであろうと指摘した。しかし、現代の精神医学においては、フロイトの理論自体が高く評価されているとは言えない。その理由としては、 思考性の強い独特の性的一元論に代表されるおよそ通常の現代人の感覚にそぐわない違和感のある内容ということが挙げられる。性的一元論はそもそも彼自身の心の病理から来るとする一見もあるが当時のビクトリア朝時代の抑圧性の非常に強い時代にあってはまさに真士を自認する人間たちが性的な領域を否認することにフロイトは 欺瞞を感じたた。のだっもともと、フロイドの診ていた患者は、上流階級の女性が多く、性にまつわる情報を遮断された環境で育っていたという事情が指摘される。性理論の形成に関しては、当時の抑圧の強い時代において、フロイトがその観点の強調に革命的意味を持たせていたことを念頭に置く必要がある。また、例えば心的外傷、トラウマといった考えは、 現代においても通用する。だが、正理論への変更自体は、フロイト自身の政治的な立場から、自身の主張を一つのものの見方に限ってしまうことになり、科学者としての彼の姿勢に非難が上がる結果にも、つながった。さらに、それ以後の精神分析や、心理学の発展により、フロイトの主張とは異なる、新たな見解や方法が生み出されてきた、歴史的経緯もあるだろう。 役者により、放題が異なる場合がある。ないはドイツ語の現代。なお、英語訳のリストについてはお参照。2006年秋より、岩波書店で、フロイト全集、全23巻が刊行中、2012年現在22巻、である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。